はじめまして、刺し子作家の彩子と申します。この度は刺し子リネンハンカチの講座を受講いただきましてありがとうございます。普段はインスタグラムで作品を発表したり、オンラインショップや委託での販売もしています。昔から手芸が大好きで、小物作りや編み物、いろいろな刺繍にもチャレンジしてきました。7年ほど前に始めたインスタグラムで刺し子作品を初めて見て、その懐かしいような新しいような不思議な魅力にどっぷりハマってしまいました。刺し子といってもご存知ない方もいらっしゃると思いますが、日本の伝統的な刺繍の一つで、本来の目的は布の補強や保温のために施されていたものだそうです。藍染めの生地に白い糸で刺してあったり、さらしに赤い糸で刺したものを想像していただけると分かりやすいと思います。針と糸、そして布さえあれば、特別な道具や技術がなくてもすぐに始められる手軽さからか、刺し子を刺す方がとても増えています。最近では伝統柄だけではなく、可愛い柄もどんどん増えて、糸もパステルカラーやラメ糸など様々な種類が販売され、刺し子作品の幅も広がっています。今回のレッスンは、私の作品の中でも人気の高い十字花刺し柄のアレンジで、鎖と輪のリネンハンカチを制作していきます。表は鎖のような柄で、裏側には丸く輪が出る柄なので、鎖と輪と名付けてみました。刺し子を刺されたことがある方、刺し子は未経験でも刺繍など針を使うことに慣れている方向けのレッスンとなっています。この制作を通して、リネン生地への方眼と下書きの書き方、基本の刺し方から応用まで、裏側まできれいに刺すコツ、ラメ糸の扱い方、内飾りの刺し方、そしてハンカチへの押し立てまでお伝えできればと思っております。すぐにレッスンが始められる便利なキットもご用意しています。糸とリネン生地の材料キット、道具も入ったオールインワンキットの2種類からお選びください。もちろんお手持ちの材料でも制作いただけます。難しいところもあるかと思いますが、一つ一つ確認しながら丁寧に進めてまいりますので、最後まで一緒に頑張っていきましょう。わからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。次回のレッスンは、キットと準備物の紹介、皿付き指抜きの使い方とラメ糸の糸巻きです。